愛さいちゃんぽんでございます。皆さん、お元気でしょうか。ここですね、カリフォルニア。まあ、州によって違うかもしれないんですけど、2、3日前からもう学校がオープンになりまして、子供たちとかが、学校行くようになったっていうことで、今日もちょっと海行ってみたんですけど、今日海とかいつもね、人で賑わっていっぱいいっぱいしてるんですが、ほとんど、ちょっとこう、空いてるっていうか、まあ、ちょっと学校が休みの時にはね、海もほんと、人々でいっぱいだったんですけど、ちょっと駐車場もね、あちこちゆとりがあったような気がします。で、今日はですね、ちょっとね、これなんですけどね、アプリコットのお酒、2週間になりますね。なんやかんや言うて。まだ味見してないんですけど、まあ実はですね、まあ、カップがね、まあミニマリズムっていうことで、カップが3つぐらいしかないんですよね。これそうですね。ちょっと待ってください。このカップと、あとプラスチックのカップなんですね。まあせっかくなんでね、こうアプリコット、こう、透明なね、ワイングラスかなんか買ってきてやりたかったんですけど、まあ透明なね、カップがね、で、今日はこのペットボトルをね、カットして、ペットボトルをカットして、こう、これにちょっとこう入れてね、ちょっとかっこ悪いんですけど、まあ、しょうがないですよね。ミニマリズムっていうことだよね。これに、ちょっと、この、焼酎をつけてね、これに入れてちょっと、アプリコットを入れてね、飲んでみたいなとかって思いますね。まあ、楽しみですね。2週間つけてありましたんで。ちょっとね、まあね、ちょっとねとかって言ってまあこういう感じでね、アプリコットを入れて、ワイングラスとかだったらいいですけどね、ちょっとかっこ悪いですね。まあでもしょうがないかね、準備が悪いっていういつもの同時だ。こういう感じでね、ちょっとアプリコットを入れるとちょっとおしゃれですよね。こう、これもね、ちょっと逆にこういうな、笑ってごまかす、笑ってごまかす。こういうのありかなっていうやつですね。で、綺麗な色してますよね、ほんとね。じゃあちょっと味見していきたいと思いますね。まあ本当は一週間ぐらいでもね、十分いけると思うんですけど。まあちょっとね、かっこよくグラスを買ってとかって思ってたんですが、まあ思った時には吉日ということでね、2週間も3週間も4週間もなりそうなんで、ちょっと今日はちょっと撮影してみたいと思いますね。甘い香りがしますね、アプリコットの。ポッチーサビラっていうやつです。まあ本当に美味しいですね。こう、なんとも言えない、こう、フルーティーな甘さっていうんですかね。その甘さと、このアルコールのね、マッチングっていうんでしょうかね。まあ本当美味しいです。本当に美味しい。皆さんね、ちょっと試しにアプリコットをね、つけて。おしゃれ。まあこれがちょっとね、雰囲気が出ないんですけど。まあね、見えないよりはね、ちょっとね、こういうのよりいいかなとかっていうやつですね。見えないよりはね、見えた方がね。うん、ほんと美味しいですね。この、アプリコットもね、食べれないことはないんで、ちょっとかじってみますね。うん。すいませんね。うん、
アプリコットも美味しいです。まあそういうことで1週間がまた1週間伸びちゃって、2週間目のね、あの今日初めてオープンしたね私のアプリコとかで言うアプリコとかっていうやつなんですけど、皆さんもねチャレンジしてみてくださいということで美味しいまた野菜ピュ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